最強のサメ、ホホジロザメはかなり残念な子だった。サメは4億年前から存在し、地球で起きた絶滅の危機を何度も乗り越えている。そんなサメの頂点に君臨しているのがホホジロザメ。体長6メートル、体重2トン。実は水中では泳ぎ続けないと溺れてしまうのだ。泳ぎ続けることで酸素を取り込み続けるため、泳ぐのをやめた途端窒息死してしまう。つまり一生泳ぎ続ける人生なのだ。南アフリカの海岸ではホホジロザメが多いことで有名だったが、たった2頭の海のギャングに食い散らかされ、おびただしいほどの遺体は海岸に打ち上げられたり、海底に沈められた。さらにこの殺し屋コンビはホホジロザメを教材にして若い社長たちに狩りの仕方を教えている。また海のアイドル、イルカと遭遇しようものなら集団で腹をつかれておもちゃにされてしまう。さらに思いっきり体当たりして内臓を破裂させてしまうお茶目な一面もある。ホホジロザメの視力は人間の6分の1で、お腹がすくと共食いまでしてしまい、今では絶滅危惧種。人間からは食べ物にされたり、数えきれないほどのホホジロザメが人の手によって殺されている。映画、ジョーズの公開後、娯楽で乱獲がさらに進み、BBC ラジオでスピルバーグ監督が後悔の念を語った。